雷の律者。結論はどうだった？放射性同位体の測量結果が他の未知の要素による影響を受けていなければこの遺跡の建造年代はおよそ20万年前でしょう。本当に息苦しさを覚える結果ね。怖くなりましたか？もちろん。ただそれと同時に面白いとも思ったわ。面白いですか？ええ、とてもミステリアスな未知の現象だと思わない？それに運命が重いほど反抗する価値がある。そうでしょう？消えた。ゼーレさん、こちらでゼーレさんのエネルギーの波動を補足しましたが、何があったんですか？今、多分世界の泡の残影を見た気がします。なるほど。実は須匠さんも世界の泡の中で三人の科学者とおぼしき人物が謎の言語で会話し、その後勝手に消えたと話してました。ゼーレさんはその言語がわかるんですね？はい、言われてみれば確かにそうですね。彼女たちはニューアトラの住人なんでしょうか？いいえ、それはまだわかりません。もしかしたら。もしかしたら、あなたと世界の泡の間に強い同調能力があるから、それらの残影の思想を自動的に理解できるようになったのかもしれないなのです。え？そんなの、本当にあり得るんですか？あなたも私のように自身のユニタリー性を失ったことがあるなのです。だ、残影というものは、もともと世界の泡を構築する一部なのです。部外者の私たちと違い、あなたも私のように自身の空間構造に記録されているなのです。もしあなたに世界の泡を感じる力があるなら、あなたにとって言語の違いという障害は存在しないなのです。思想を味わう子に似たような理由から別の集団にとっても言語はその障害にはならないと思うなのですが、それについて話すと少し話題がずれるな。とにかく実際の状況がこうなのです。おそらく私たちは対策時にあるミスをしたと思うなのです。それってゼーレさんたちに別々に行動してもらったことでしょうか？はい、ゼーレさんの情報収集能力の方がより高いなら須匠さんが単独行動する意味はあまりないなのです。確かに。それなら彼女に連絡してみましょう。
そうだったの？わかった。ゼーレにもこっちに来てもらった方がいいね。私がこの世界の泡を離れたら、その中の物事は再び動き出して、私が体験、ゼーレにもこの世界の泡の記録に触れてもらおうって、そういう意味なんだよね、シュレーディンガー博士。そうなのです。じゃあ、こうしよう。私が趣味消しに合わせて、情報があると思われる小型世界の泡を素早く確認して、その後ゼーレが中に含まれている情報を見る。ええ、私たちもそう考えています。そんな風に役割を分担した方が私たちの探索効率を、うん、じゃあこれで決まりだね。私がいる区域までゼーレを案内してあげて。ゼーレさんも問題ないですよね？はい、私ももっと役に立ちたいと思っています。わかりました。ではゼーレさんが次に行く世界の泡の座標をこう設定し、そしてこうできました。その先は須匠さんが発見した世界の泡です。記録されている内容の確認をお願いしますね、ゼーレさん。わかりました、行ってきます。そういえば、避難所計画の進捗はどうなってるの？工事の設計プランなら、すでにメビウスが作った組織の内部審査をクリアしたよ。今ある唯一の難題は、経費かもしれない。え？審査部門はこのプロジェクトの経費に対して何か言っていたの？現有している真相行動を使って現地調達した方が予算を大幅に節約できるってさ。どの避難所も深さが20キロ以上あるからね。でも妥協するつもりはないんでしょ？もちろん。最悪の事態を考えると私たちの避難所は他の建物とは無関係の方がいい。そうすることで初めて終焉。つまり彼らを説得できる方法を思いついたからわざわざ月までやってきた、そういうことよね？おや、さすがはメイ博士、私のことをよく理解してくれてるね。その通り。今回は月のボーリングコアを持ち帰るつもりなんだ。そうすれば彼らも私たちの測量結果が。ついでに彼らに教えてあげて。私の計画書では避難所の存在そのものが火種計画の前提になってるってね。え？火種計画？やっと。本当はできていないの。その必要もないし。だけどそれは来たる新世代のために多くを用意することの妨げにはならないわ。そうすることで今のようにその時代の崩壊が抑えきれないものになってしまう可能性が。え、そうだとしてもね、一部の角度から考えれば
早めに崩壊と向き合った方がそれなりのメリットがあるもの。何があったとしてもあらかじめ律者を目覚めさせる術なんて彼らは持てないしね。もちろんよ。私たちのもう一つの計画がその状況でもスムーズに実現できるなら。そうでしょ17号。私ですか。なんとなく全文明の出来事のように感じます。避難所の話だったなのですね。イエローストーン基地は全文明の避難所を改築したものですし、ソルトレイク基地もそれを模倣したものなのです。つまりこの時代の人間がゼーレさんが話した会話を残したとは考えにくいなのです。待って、それじゃあニューアトラにあった遺跡も。火を追うかですね。そう、その名前前にも誰かが口にしてたんだ。月が支配する世界の泡の中には火を追うがに関する多くの情報が保存されています。それはつまり。ん？どうかしたの？いいえ、何でもありません。まだ確証を得ていない考えですから。もしかしたら全文明の人たちは聖魂覚醒者が月に来ることを予測済みで、その上で聖魂計画を含めた全てが彼らの未来図の一つに過ぎないとしたら。いえ、何があっても今すべきことに変わりはありません。私たちは何としても地球に連絡する方法を見つけ、仲間の安否を確認しなければなりません。そうである以上、月の近くにある世界の泡は探索する価値があります。つまり失敗する可能性があるとしても、私たちは今最もすべきことをしている。そういう。はい。それに有益な情報も少し入手しました。ただあまりにもわずかで、まだ全貌が見えていないだけです。あちゃ、噂をすれば影が差すというのかな。あの喋る人影がまた現れたんだ。新しい座標を送るね。はい、受け取りました。ゲニウスが表示する座標がますます複雑になったようですが、これは正常な現象ですよね。はい、よく見てくださいなのです。これらの小型の世界の泡に対応するフラクタル次元が不安定なようなのです。何らかの外力の影響かもしれないなのです。聖魂計画のでしょうか。わからないなのです。とにかくさらなる判断をするのに必要な情報はまだ足りないなのです。だから次もお願いするなのです、ゼーレさん。はい、任せてください。ここは他の世界の泡よりずっとボロボロ、まるで崩れて何もなくなった空間みたい。月に着いたね。
17号。はい、月に到着しました。計画通りに行けば、私たちはここで終焉の律者に挑むことになります。ですが、事実に基づいて話すと、今回の私たちの行動に勝算があるとは思えません。そうだね。私もそう思う。みんな、そう思ってるだろうね。それは。私たちは、成し遂げなければならないことをするまでだよ。バルドはずっと楽観主義者ですね。そうかもしれないね。でも知ってる？必ず犠牲になる。そう。彼女は終焉の律者が目覚めた瞬間、自分のあらゆる幸運を君がこれから侵入するあの扉をね。終焉の律者を休眠状態にしてから対応することはできませんか？私たちの攻撃なら一時的になら可能ですよね。そうだけど、終焉の律者の活動が止まったら扉を開けるチャンスも一緒に消えるんだ。だから、それを開けるのは誰であれ。融合戦士でも、資料となる崩壊エネルギーを近くで受けなければならない。そう。君も見たでしょ？それでも、パルドは少しもひるんでないの。きっと、死が怖くないわけじゃないと思うんだ。彼女はただ、私たちと同じように、自分しかやり遂げることができない運命を背負ってるだけだよ。あなたたちの運命は、こうなるはずではありませんでした。うん。私もそう思うよ。エリシアがかつて、私たちと一緒に撮影した、あの映画のように。古武術が得意なフア。釣りと昼寝が好きなパルド。医者のスー。夜遅くまで働くサクラ、インドア派の私、冷たいコードを打つケビン、お菓子作りが上手なセンゴー、それか、そしてフリーターだけどピンクの妖精さんという愛称でネットではかなり有名人のエリシア。それこそが私たちが得られるはずだった平凡で普通の運命。そうでしょ？でも、ケビンが言ったように、僕たちは知っている。この世界はもう救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。
つまり弱く無力で自分を卑下する存在でも自分のために生まれた意味を作りたくなるものでしょ。できるだけあなたたちの意味が無駄にならないようにします。ありがとう。でもできれば君にはそれを自分の意義だと思ってほしい。また消えちゃった。どうやら今のは過去の人たちが終焉の律者と対峙した時の記録みたい。早くみんなに教えないと。え？ここの信号は少し不安定だからもう少し待つことになるかも。緊張しないで、ゼーレちゃん。敵意はないよ。たまたま空間信号が不安定な状況になったから、こうして現れただけなの。あなたは、この世界の泡の人、じゃないですよね。もちろん。だって、この世界の泡は、こんなに小さくてボロボロでしょ？ここに残ったあらゆるものは外の人になんて反応しないよ。彼女たちはただの映像、それ以外の何でもないの。今敵意はないって言いましたね。じゃあ私たちを助けに来たんですか？それに関しては、はいって言いたいけど、残念ながら、今の私は、まだ何もできないの。私が手にした知識じゃ、あなたたちにとっては、円錐かつを救わず、かも。でも、なんて言えばいいのかな。少なくとも空間信号が不安定な時にこうして現れて暗闇の中であなたたちの話し相手になることはできるよ。とはいえどうか私の名前は聞かないで。ほら人には言っちゃうといろいろ不都合な秘密があるから。わかりました。じゃあ別の質問をしてもいいですか？どうして私の名前を知ってるんですか？あなたに会ったことがあるからだよ。未来の漁師の海で、だけどね。あ、変わった表現を使っちゃった。私は時間結晶で生きる命だから、あなたとは過去と未来に関する認識が大きく違うかもしれない。でもそうなるとあなたにとっては未来も過去の一部になるんですか？そうでもないよ。空間結晶のように時間結晶も絶対的に対象というわけじゃない。私自身にとって未来は過去と運が共に織り出すものだから。ただ、名前というものには十分な安定性があり、偶然の要素で変化したりしない。だから、あなたの名前を呼べるんだよ。ゼーレ・フェレライちゃん。じゃあ、あなたは何らかの形の未来人ってことですか？うん、そうとも言えるかな。そしてその理由もはっきりしてる。成婚計画だよ。すでに気づいてると思うけど、成婚計画のせいで地球の空間が歪み、強制的にあなたたちを月へと送った。
工学的に言うと、そんな大規模な空間階層にミスがないわけがないよね。その結果の一つとして、私もともと眉が支配する世界ではそんな現象が発生する可能性はないんだけど、聖魂計画によってあなたたちの世界は一時的に軌道から外れたから。その過程は、終焉の律者が世界を破滅させることと同じ論理だけど、あの人たちにとっては、むしろ終焉から世界を救う行為になってる。あの人たちって、ユルムンガンドのことですか？もちろんだよ。あんなに大胆で無謀なことをする人は他にいないでしょ？そして、あなたたちの使命は、彼らと終焉を止めることだよね。確かにそうだとは思いますが、正直に言うと、私たちも石橋を叩いて渡ってるような感じです。その点においては心配ないと思うよ。だって、本当にすごいことは、いつも考えながら行動する中で実現するからね。戦略を練って遠くから勝利を得る、なんて、結局性的社会の一つの現象に過ぎないよ。現代においても通用するかは、問題と分析次第だもん。でも、考えてみれば、そうだよね。私がここに現れることができるなら、ある意味では、あなたたちを助けられると思う。あなたたちは今、漁師の海を通して、価値のある世界の泡を見つけようとしてる。それは、間違ってないよね。はい、そういうことになります。なら、時間結晶の中の存在である私は、デコヒーレンスの過程をある程度逆転させて、あなたたちと最も関係のある世界の泡の位置を見つけ出せる。そうしたら、私たちはその座標を通して地球に戻れるんですね。うん、それはできないと思うよ。そこも月の付属空間。かつて何度も終焉に壊されたところだから。地球に戻る方法じゃなくて、あなたたちが見つけられるのはむしろ、知っている相手かもしれない。キアナ、早く起きてください。キアナ、私はどこにいるの？お姉ちゃんを傷つけさせない。危なかった。
気をつけないと。ゼーレ、目的地に向かっています。コシーンのみんなは元気かな。ゼーレ、了解しました。これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。雷電のごとく早く。
私の番だ。審判の時は来た。やけんか準備。私に服従しなさい。地面に足がついてる方が安心だね。役立ちそうな材料を持って帰ればクーちゃんはきっと喜んでくれるはず。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。
行動を開始しよう。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。なったからちょっと慣れないや。